日本人男性は浮気をする人が多いと思いますか？過去に浮気されたことあるので逆に日本人女性は浮気をする人が多いというのは本当ですか？まあ、やられたらやり返す文化ですかね逆に日本人女性は浮気をする人が多いと思いますか？多いと思います。皆さんこんにちは、ゆりこです。このチャンネルは日本人や日本に住む外国人の方にインタビューをして日本のリアルな声を世界中に発信するチャンネルです。今回のトピックは浮気についてです。ぜひ最後まで見てほしいです。日本語と英語のダブル字幕を用意しているので、日本語を勉強している方の役に立ったら嬉しいです。また、日本人や日本に住んでいる外国人の方にインタビューをしてほしいトピックがあればコメント欄で教えてください。それでは動画を最後までお楽しみください。どうぞ。日本人男性は浮気をする人が多いと思いますか？いや、これは難しい質問ですね。ただ海外の方って夫婦、それぞれがお互い愛し合ってるよみたいな感じで表面的に表現するようなイメージなんですけど、日本人はそういうこと言うのシャイなんで、好きだよとか愛してるよとかいう傾向が少ないので、もしかしたら陰でこそこそやってるかもしれないです。日本人男性は浮気をする人が多いというのは本当ですか？本当なんじゃないですかこれ以上のコメントかな。日本人男性は浮気をする人が多いと思いますか？すごく多いってわけじゃないけど、結構いると思います。日本人男性は浮気をする人が多いと思いますか？過去に浮気されたことあるのでいるんじゃないかなとは思います。でもすごい優しいんですよ、そういう人に限って。浮気する人はすると思います。でもしない人は一生しないと思うので。普段こう優しくて付き合ってて、何かとかもしないのに浮気するってことですか？そうです。多分その男の人は女の人にたくさんモテたくて、いろんな人に優しくしちゃうタイプの人だと思うので、皆さん気をつけてくださいそういう人もいます日本人男性は浮気をする人が多いと思いますか？いや、そんなことないと思いますけどね。実際に周りで浮気をしている人はどれぐらいいると思いますか？どれぐらいいるか、例えば僕の友達の中で浮気をしたって聞いたことがあるのは本当に2人とか3人ぐらいなんですよ。まで付き合いがあった友達全体の2、3人なので、そんな多くないと思いますけどね。じゃあ風俗や夜のお店に行くことは浮気に当たると思いますか？浮気ですよ、それは。多くの方はそれを浮気だと思ってると思いますか？いや、というかそもそもっていう風に彼女とか例えば奥さんがいて風俗に行くっていう男性は絶対に後ろめたさあると思うんですよ。奥さんとか彼女にバレないようにしようって思ってるはずなんですよ。じゃあもう浮気じゃないですか、っていう風なのが僕の意見ですね。基本的に日本人男性は風俗とか行く人はいるけど、彼女がいる時とか奥さんがいる時はもう行かない人が多い印象ですか？いや待って、さっきあんまり浮気しないっていう風に言ったけど、風俗行ってる人多いですね、僕の友達。パートナーがいても行くんですか？行ってる人いましたね。なるほど。日本人男性は浮気する人が多いと思いますか？いや、どうなんですかね。でも多いんじゃないですか。海外の方の多くは風俗に行く男性がすごい多くて、それを容認する女性がすごい多いみたいなイメージがあるんですけど、本当だと思いますか？思いますね。海外ってそれこそタイとか行った時は、日本人の男性はスケベだみたいな、その印象を持ったりてる方が多い印象があって、実際スケベなんじゃないですか。そうなんですか浮気というか遊びに行ったりすることは普通だと思う人が多いですか？そうっすね。それ浮気の観点が言うと、いや、パートナーがいるってことですよね。普通ではないと思いますけど、当事者同士で許されてるって人は一定数いるかなっていう気はします。日本人男性が浮気をしてしまう理由って何だと思いますか？これもちょっといろいろ国民性もあるかなと思ってて、結構シャイな国民性というか、男性も特にそういうところ多いかなと思ってて、言い寄られた時に押し負けるというか。男性の方が押し負けるんですか？要はちょっとモテた気になる。お店に行って、もちろん向こうは仕事として接してくれてるけど、奥さんとしていた男性側はモテていると勘違いする錯覚を起こして、夜のお店に通い詰めたりとかっていうことが起きやすいんじゃないかなっていうのはちょっとなんとなく思ってますね。パートナー自身もシャイだから、そういう表現をお互い付き合っててもしないから、そういう外の女性に言い寄られた時にちょっとなびいちゃうみたいな感じですかね。それもあると思いますし、多分もともとのその日本人男性の持つそのモテたいけどそのなんか自分からはいけないみたいなものはがこうお店でくすぐられてるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますね。ありがとうございます。逆に日本人女性は浮気をする人が多いというのは本当ですか？日本人女性が浮気をするかどうかですよね。これに関しては先ほども言ったんですけど、日本人男性が女性に対してこう愛情表現をする機会っていうのが少ないと思うんですよね。やっぱシャイだから、そうすると女性って本当に私好かれてんのかなとか本当に愛されてるのかなっていうのが分かんなくなって不安になっちゃうんですよね。だから浮気に走っちゃうのかもしれないですね。なるほどです。だから日本人男性は愛してるよって恥ずかしがらずに表現した方がいいのかなと思います、ね、逆に日本人女性は浮気をする人が多いというのは本当ですか？まあやられたらやり返す文化ですかね。真面目に答えよう。いや、私の周りの女子で浮気してる女子は私はいないと思います。まあ私の友達の人選がいいっていうのもあると思うんですけど、なのでもちろんその日本人だからといって統計的なこととか全員分知ってるわけじゃないんですけど、まあ、私の周りに浮気してる女子はいないです。私もしたことありません。ちなみに男性は多いですか？多いんじゃないでしょうか。逆に日本人女性は浮気をする人が多いと思いますか？あ、多いと思います。そうなんですか？はい。いや、僕の先輩とか結構浮気してました。女性でですか？はい、すごい浮気してました。日本人女性は浮気をする人は何ですると思いますか？多分寂しかったんじゃないですかね。その付き合ってた男性が、まあ、ちゃんと会ってくれなかったりとか会話してくれなかったりとか、実際その僕のしてしまった先輩も寂しいって結構言ってたんで、まあ、やっぱり浮気をした方も悪いとは思うんですけど、浮気をさせてしまった方も多少落ち度はあるのかなとは思います。確かに日本人のそのカップルって人によっては2週間に1回とか1ヶ月に1回ぐらいしか会わない人とかも、遠距離恋愛とかじゃなくてもいると思うんで、そういうのも関係してるんですかね？そうですね。正直例えば2週間に1回とか1ヶ月に1回しか会えないっていう状況の人って結構多いと思うんですけど、どれだけそのお互いフリーな時間に連絡を取り合ってるかだと思うんですよ。本当に好きならまあチャットとかね、あとは電話とかもまめにすればいいと思うし、そういった配慮ができてないから、まあ、多分溝ができちゃうんじゃないですかね。日本人男性は風俗などに行って浮気をする人が多いっていうふうに聞くんですけど、それをまあ容認してる日本人女性が多いというのは本当だと思いますか？そんなことある？そんなことあります？いやいや、容認しないんじゃないですか？風俗は別に浮気じゃないっていうふうに考える人っていうのは多いと思いますか？その考え方が悲しいね。なんでそんな諦めちゃうのって、それって辛くないですか？だから僕だったら、僕が彼女でその彼氏が風俗に行ってしまったら、僕はその決して、まあ、風俗だから仕方ないよねじゃなくて、なんで風俗に行ってしまったのって、なんで私じゃダメなのっていうことをちゃんと話すかなと思います。ありがとうございます。ちなみに日本人女性はなんでその浮気とかしても何も言わないと思いますか？これはあれじゃないですか、なんか歴史的にというか、日本の社会でそのいわゆるその簡単に言うと亭主関白みたいな文化があって、男性は外で働いて女性はこう家庭を守るみたいな役割分担があった時に、女性がじゃあ働かないって言われるのるとその家庭が厳しくなるから、ある程度こう男性のわがままを聞くみたいなのがあったからなんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ってますけど、まあ、最近はなんかなくなってきてる印象があるんで、まあ、どちらかというとその女性側の寛容さというかっていうだけなような気もしますけど、ね、ありがとうございます。男性が浮気をすることについて許せますか？もう絶対許さないです。なんか海外だと日本人女性ってその浮気をされても容認しちゃうみたいな風に思われてたりもするんですけど、実際そう思いますか？私は絶対許せないですし、されたら絶対ビンタしますし。あれですか？ビンタいっぱいします。うちの周りのお友達でも浮気許さないっていう人が多いので、多分そこは優しくないですよ。海外の方が思ってるよりも気についてはまあ容認されてないってことですかね。傷つくことされたら怒るのは当たり前なので、浮気されてもすごい怒ると思います。ありがとうございます。海外で日本人男性はこう風俗とかに行く人が多くて、でそれに対して日本人女性大人は何も言わない人が多いっていう風に言われてるんですけど、それについてどう思いますか？風俗はやっぱり一つの商売だから、心が浮気してるわけじゃないっていう捉え方をして、風俗ぐらいは目をつぶろうっていう女性も結構多いなっていう印象はあるんですけど、でもやっぱり嫌ってことっていうのはその人の基準だと思うし、相手が許せるって方ならいいと思うんですけど、許せないって方ならそれはやっぱり浮気になると思うので、大多数が風俗は浮気じゃないっていうから浮気として認めないではなくて、2人の関係で何が嫌なのかっていうのをすり合わせた方がもっと楽になれるんじゃないかなと思いますね。実際周りでも彼女とか奥さんいるけど風俗行くみたいな人っていますか？残念ながらいますね。バレてないのか、もしくは話し合ってないみたいな感じなんですか？基本的にはやっぱり隠すとは思うんですけど、奥さんとかになると特に家庭があるので、もう気づいても知らないふりをしてるって方は多いんじゃないかなと思います。皆さんいかがでしたか？このチャンネルが良かったと思ったら高評価、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。